テスサロニキのアギアソフィア聖堂。貴重なイコンや壁画が多く残されている。ギリシャ聖教会。テスサロニキは、ギリシャ北部の都市で、エーゲ海のテルメ湾に臨む港町である。古代ギリシア語では、テスサロニー系、テスサロニ系、テッサロニ系、中世から現代ギリシア語の実際の発音に近い、音社では、テサロニキ、セサロニキとも表記する。テッサロニカ、テッサロニカ、 あるいは歴史的にはサロニカの名でも知られる。同国では首都アテネに次ぐ2番目に大きな都市で中央マケドニアの主婦であり、マケドニアトラキア行政管区の主婦でもある。2011年の国勢調査による統計でのテッサロニキ自治体の人口は322,240人で、テッサロニキ自治体と隣接する自治体で構成される都市的地域のテッサロニキ都市圏。 の人口は79万824人であった。バルカン半島では、イスタンブール、アテネ、ブカレスト、ソフィア、ベオグラードに次いで6番目に大きな都市圏を形成し、首都でない都市では、イスタンブールに次いで人口が多い都市である。テスサロニキ大都市圏は、周辺地域1455.62平方キロメートルの範囲で広がり、2011年、 現在の人口は100万6730人に達する。テッサロニキはギリシャ第二の都市として、経済や産業、商業、政治の中心であるとともに、南東ヨーロッパの交通の一大拠点で、テッサロニキ港はギリシャや南東ヨーロッパの後輩地にとっては重要な役割を果たしている。ギリシャにおいて有名な行事が行われたり、 様々な時代の遺構が残されていることから文化的な首都であると考えられている。行事には毎年行われるテッサロニキ国際トレードフェアやテッサロニキ国際映画祭などがあり、半年ごとに行われるギリシャでウアスポラの会議が開催される。2014年の欧州青年首都に選ばれている。テッサロニキは紀元前315年カッサンドロスによって創建され、 以来2300年の歴史がある都市で、ローマ時代には重要な大都市であった。テッサロニキは、東ローマ帝国時代には、首都コンスタンティノープルに次ぐ、帝国第2の都市になっており、市内には多くの著名なビサンティン建築が残されている。その中には、世界遺産に登録されたテッサロニキの初期キリスト教と、ビサンティン様式の建造物群も含まれ、同様に、 ローマ時代やオスマン帝国時代のもの、セファルディムの遺構も残されている。アテネが古代ギリシャを象徴する街なのに対して、中世東ローマ時代のギリシャを象徴する街と言われており、アトス山の修道院共同体もこのテッサロニキが入り口となる。テッサロニキ市のメインとなる大学のアリストテレス大学は、ギリシャやバルカンでは最大の学生数を誇っている。 テッサロニカ王妃へと読み取れる非文テッサロニキ、考古学博物館所蔵テッサロニキの都市の名称の語源や現在の呼び名のすべてのバリエーションはすべて、ギリシア神話の神、C タイプシロンシグマシグマアルファラムだとカッパイータを合わせたものから来ており、テッサリアの勝利という意味で、マケドニア王国の王妃テッサロニカの名前は、マケドニア王国が、 クロコスの戦いで勝利した日に生まれたことに由来する。サロニカはサロニキから変化したもので、ギリシャでは一般的に使われ、様々な言語でもテッサロニキの古称として一般化し、いくつかの西ヨーロッパの言語では共通の古称になっている。他の言語では、テッサロニキの歴史の中で古代教会スラブ語では、ソルン、ラディーノ語では、サロニカ、トルコ語では、 セラーニクやセラニキ、オスマン語では、セラーニク、南スラブ語群では、ソルン、やロシア語では、サロニキ、アルーマニア語では、サルーナなどがある。テッサロニキの地元の発音の仕方では、典型的なギリシア語のマケドニア方言の特徴で、L の響きが重く深い漢字になる。都市名はよく省略され、テスと書かれることもある。テッサロニキは、カスサンドロスにより、 紀元前315年頃に創建されたカッサンドロスは妻のテッサロニカの名にちなみ、テッサロニケへと名付けたが、テッサロニカはアレクサンドロス大王のイボ妹でマケドニアの王妃でピリッポス二世の娘である。マケドニア王国支配下のテッサロニキは徐々に都市としての重要性が高まっていった。マケドニア王国が紀元前168年に倒れると、テッサロニキは 共和制ローマの自由都市となり、ディラキウムとビュザンティオンを結ぶ、エグナティア街道に面した交易の要所となり、大商業地のローマやビザンティオンとの間の交易が促進された。テッサロニキはまた、バルカン半島を南北に大モラバ川やアクシオス川に沿って走る街道の南端でギリシャとバルカンの諸都市を結んでいた。テッサロニキは、後に、 ローマのマケドニア地方にある四地区のうちの一地区の主婦となり、その後はバルカン半島での重要性から属州の首都となった。ローマ帝国にあったテッサロニキはキリスト教の拡大の中心として重要で、パウロによって新約聖書の一書テッサロニケの信徒への手紙一が書かれている。ローマ帝国がテトラルキアにより分割統治されるようになると、 テッサロニキは4分割された帝国のうちガレリウスが統治する領域の主婦となり、ガレリウスは宮殿や新しい競馬場ガレリウスの外線門、ロトンダなどの建設を命じた。379年、ローマのイルリア県は東西のローマ帝国に分割され、テッサロニキは新しいイルリア県の主婦となった。390年、ゴート族バザーカスの逮捕のために、 テオドシウス一世が派遣した軍によるテッサロニカの虐殺が起こった。476年に西ローマ帝国が倒れるととテッサロニキは東ローマ帝国の中では2番目に大きな都市となる。ホワイトタワー東ローマ帝国の初期、テッサロニキはコンスタンティノープルに次いで2番目に大きな都市であったと考えられ、その地位は1423年に、 ベネツヤ共和国の支配に変わるまで保っていた。14世紀のテッサロニキの人口は10万人程度で、当時のロンドンをしのいでいた。6世紀から7世紀にかけ、テッサロニキ周辺では、アバールやスラブ人が侵入し、テッサロニキを幾度も包囲したが、いずれも失敗している。これまでの歴史的な文献では、多くのスラブ人がテッサロニキの後輩地に居住したと、されるが、この移住は、 実際にはこれまで考えられてきたものより小規模なものである。9世紀になると、テッサロニキ出身のキュリロスとメトディオスによりスラブ人に、とっては最初の文字である、グランゴル文字が考案された。古代教会スラブ語は当時、このテッサロニキなど、マケドニア地方で話されていた、スラブ人の言葉を元にしているとされている。904年に、アラブの侵入によって短い間、 テッサロニキは攻略された。テッサロニキは12世紀のコムネノスを長期にも経済成長は継続し、東ローマは北へと支配を広げた。1204年に第4回十字軍によりコンスタンティノープルが包囲された時、テッサロニキは東ローマの支配を離れラテン帝国の最大の霊属国となった。 1224年、テッサロニキ王国は、東ローマの亡命政権である、テオドロス一世、コムネノス・ドゥーカスの、エピロス先制公国により侵略された。テオドロス一世は自ら皇帝と称しその首都となった。この時代のエピロス先制国は、テッサロニカ帝国としても知られていた。1230年にクロコトニッツァの戦いで、打ち負かされると、 エピロス先制広告は1246年に再び力が回復するまで第二次ブルガリア帝国属国で、この時ニカ回ア帝国であった。1342年になると船員や貧民による反貴族主義のテッサロニキゼアロットが流星し、今日では社会革命と言われている。町は事実上帝国からは 独立している状態にありゼアロットの運動は1350年に打倒され、町は帝国に再統合された。1423年、アンドロニクス先制校によりテッサロニッキは統治されていたが、オスマン帝国からの防御を期待し、ベネツヤ共和国に割上されている。1422年から1430年にかけ、オスマンにより封鎖されたが、 1430年3月29日に村と二世に攻略されるまではベネツィア側が押させていた。テッサロニキのランドマークでもあるホワイトタワーはこの頃に築かれたものである。テッサロニキは攻略されると一時的に市民に対するひどい扱いや略奪などから多くの人口が流出しその中には知識人も含まれていた。しかしながら、 オスマン時代になってもテッサロニキの帝国の大都市や公益の中心としての地位や評判は変わることはなかった。テッサロニキやソミルナはコンスタンティノープルよりは小さいがオスマン帝国にとっては公益の中枢として重視されていた。テッサロニキは海運だけでなくて工業でも重視されそのほとんどはギリシャ人が取り仕切っていた。オスマン支配期には ムスリムやユダヤ人の人口が増加している。1500年の記録では、ギリシャ人7986人、ムスリム8775人、ユダヤ人3770人であったとされる。1519年にはセファルディムが15715人で、都市人口の54%を占めていた。一部の歴史家からは、オスマン統治の時代に、民族的に、 ギリシャ人を阻止するための手段として、ユダヤ系の人々を招き入れたという説もある。オスマン支配下のテッサロニキの絵葉がて、テッサロニキは1826年まで、ルメリ州内のセラーニク三尺の主婦で、その後は1864年までサロニカ州の主婦であった。テッサロニキは、またイエニチェリの本拠地で新山のイエニチェリが訓練を受けていた。 1826年6月にオスマン帝国の常備兵がイエニチェリの基地の攻撃と破壊を行い1万人以上のイエニチェリが殺されオスマンの歴史の中ではアウスピキオス事件として知られている20世紀初期テッサロニキは反オスマンの様々な急進的なグループの活動の拠点で1903年にマケドニア委員会が マケドニア人の内部マケドニア革命組織は1893年に設立された。1903年にアナキズムのグループで知られたテッサロニキの船乗りはイムロの支援によりテッサロニキ市内の建物の爆破を計画しその中にはオスマン銀行も含まれていた。オスマンのセラーニクにおけるギリシャの失政政府はギリシャゲリラの活動の中心に使われた。1908年に 青年トルコ人運動がテスチャロニキでは流星し、青年トルコ人革命へと発展している。第一次バルカン戦争時の弱体化したトルコのフェトヒビュレント急走交換第一次バルカン戦争時、ギリシャはオスマン帝国からの独立を宣言し国境を拡大させた。当時の首相エレフテリオス・ベニゼロスは軍にテスチャロニキかモナスティルどちらに進軍するべきか尋ねられた時、 すべてをテッサロニキへ、と応じており、テッサロニキへ進軍している。ギリシャとブルガリア王国は両国ともテッサロニキを要求しており、両者は市内に入りオスマンの中屯隊と交渉を行っていた。1912年11月8日の守護聖人の聖デメトリウスの祭日に、ギリシャ軍はオスマン軍の降伏を認めた。ブルガリアの軍隊が、その後、 降伏したテッサロニキに一日後に到着し、統治者であった多ンパャは、ブルガリアの当局者に、私には一つのテッサロニキだけであり、もう降伏している。と述べている。1913年3月18日、第二次バルカン戦争後、テッサロニキやマケドニアのギリシャ部分の残りの部分が、正式に1913年のブカレスト条約によって統合された。 ギリシャの国王ゲオルギオス一世がテッサロニキ訪問中に暗殺されるという事件が起こった。第一次世界大戦時の1915年、連合国の遠征部隊はテッサロニキに親ドイツのブルガリアに対して作戦を行うため基地を設立した。マケドニア前線、またはサロニカ前線が設けられ最高潮に達している。 1916年に親ベネニゼリズムの軍の将校や市民は共に連合国を支持し、国防運動をはじめ親連合国の臨時政府、テッサロに帰国を発足しせ、バルカン戦争後に獲得したマケドニアを含むギリシャ北部のほとんどと、北、エーゲ、クレタ島の新しい領域を支配し、公式の政府であるギリシャ王国はもともとある王国の領域を支配していた。 両者は対立していた。テッサロニキ国は、その後廃止され、ベニゼロスの親新政府が発足するが、ベニゼロス自身は自ら率いる政党の敗北から、シリぞき1917年に、コンスタンティノス一世が、大いに月王制が復活する。1917年のテッサロニキ大火でもえる、中心部の建物1917年8月18日に、人気のない厨房から出た日によって、 偶然起こった大火によって、テッサロニキ球市街の建物のほとんどは消失した。この大火は、市中心部に燃え広がり、7万2000人が住居を失い、パリスの報告書によればその多くは5万人は、ユダヤ人たちであった。多くの仕事が失われ、70%は、失業している。また、多くの宗教施設も失われている。当時、 およそ27万1157人いたテッサロニキの人口のうち4分の1の市民は家を失っていることになる。大化の後、当局はテッサロニキの街をヨーロッパ風の都市計画に刷新するためすぐの再建は禁止し、トーマス・モーソンを含む建築家グループやフランスの建築家エルネスト・エブラールによる新しい近代都市が築かれた。数字国に占領された。 当時のエルフセリアスヒロバキド戦争によってギリシャがトルコに敗北しオスマン帝国が終焉を迎えるとトルコとギリシャの間で大規模な住民の交換が行われた16万人を超えるギリシャ人が以前オスマン帝国領であった土地を追われテッサロニキに再定住することになり民族構成の割合が変わることになったムスリムたちは2万人の範囲でトルコに追放されている 第二次世界大戦時、テッサロニキは、ファシスト下のイタリア王国から激しい爆撃を受け、1940年9月には232人の死者と871人の負傷者、800以上の建物で被害を受け、ギリシャイタリア戦争でイタリア学戦を強いられた後に1941年4月8日に、 ナチスドイツの占領下に入り1944年10月30日にギリシャ人民解放軍に解放されるまでその支配下にあった。ナチスドイツによりテッサロニキにいたユダヤ人は強制収容所に4万3000人が連行されホロコーストの犠牲となった。この間、ナチスの傀儡政権であるギリシャ国の支配下にあった。第二次世界大戦後、 テッサロニキでは大規模な再建と再開発事業によって新しいインフラの整備や産業の創出が1950年代から1970年代を通じて行われた。テッサロニキの長い歴史で蓄積された貴重な建築物などの文化財は都市に観光地としての価値を加え、テッサロニキの初期キリスト教とビサンティン様式の建造物群は ユネスコの世界遺産に1988年登録されている。1997年、テッサロニキは欧州文化首都に選ばれ様々なイベントがテッサロニキ市内やその周辺で行われた。当時、設立された国際的な文化活動は2010年現在でも残されている。2004年に開催されたアテネオリンピックでは、 テッサロニキではいくつかのサッカー関連のイベントを主催している。オリンポス山を背景に望むテッサロニキの街、テッサロニキの衛星写真テッサロニキはテルマエコスワンの北東岸に位置し、南東部はホルティアティス山の範囲に位置する。印象的な山脈や丘陵、断層線は特に南東方向に向かって走っており、歴史的にテッサロニキの都市に対して、 地質的な変化をもたらす傾向がある。中世以来、テッサロニキでは大きな地震が発生しており特に1759年、1902年、1978年、1995年の地震は特筆される。1978年6月19日、20日に発生した1978年テッサロニキ、地震ではマグニチュード5.5、 6.5を記録している。いくつかの建物や古代の遺跡は損害を受けているが、町は大きな災害からは持ちこたえ大きな問題はなかった。二度目の地震でテッサロニキ中心部のアパートメントが倒壊し、多くの死者が出、最終的には51名に達した。海に面したテッサロニキの気候は直接的にその影響を受けている。テッサロニキの気候は、 結辺の気候区分では、温暖湿潤気候とステップ気候の境界に位置し、年平均降水量は 440mm で、プロクレティエ山脈の雨陰から西風で乾燥している。霧はよく発生し年間平均193日は発生している。テスサロニキは、大陸性気候と地中海性気候の気候帯が変化する地点に位置し、気候表にはその特徴が現れている。 冬季は比較的乾燥し朝方によく霧が発生している。降雪は毎冬見られるが数日間も続くことはない。その間は冬の最も寒い期間にあたり気温は摂氏10度以下になる。テッサロニキでの今までの最低気温の記録は摂氏14度で、年平均32日は摂氏0度以下を記録する日がある。最寒月は1月で24時間の平均気温は 摂氏6度である。風もまた通常は冬に見られ、1月には平均風速時速2 6トルの風が吹く。テッサロニキの夏は暑く夜はやや湿度が高い。最高気温は通常摂氏30度程度まで上がるが、稀に摂氏40度まで上がり何日間は平均して摂氏32度を超える。テッサロニキの最高気温の記録は摂氏42度である。 夏の期間は普通の雨は滅多に降らず主に激しい雷雨があり強い熱波もテッサロニキでは起こる。最短月は7月で24時間の平均気温は摂氏26度である。6月や7月の平均風速は2 0トル毎時である。テッサロニキ都市圏とテッサロニキ大都市圏の範囲2011年。 現在2011年1月1日に行われたカリクラティス改革と呼ばれる大規模な地方制度改革によってギリシャの行政区画は大きく再編された。テッサロニキでもテッサロニキの都市的地域を構成していたテッサロニキ都市圏の13の独立した基礎自治体は6の独立した基礎自治体と他の自治体に吸収された一地区に再編され、これにより テッサロニキの町は構成されている。テッサロニキの都市的地域に含まれる自治体は最大の人口で中心部のテッサロニキとカラマリア、ネアポリシキエス、パブロスメラス、コルデリオエボスモス、アンベロキピメネメニの6つの基礎自治体と以前は独立した自治体で現在はピレアホリティアティスに含まれるピレアである。カリクラティス改革以前は 多くのかなり小規模な自治体により構成され、官僚的な問題が生じていた。テッサロニキにはギリシャでは、首都アテネに次いで2番目に大きな都市である。ギリシャ北部では有力な都市であり、中央、マケドニアやテッサロニキ県の主婦となっている。ギリシャ政府の行政機関マケドニアトラキア総局が、テッサロニキを本拠地としおり、事実上のマケドニア地方の首都である。 毎年恒例の演説でギリシャの首相は政権を運営していく上で多くの課題があり、例えば経済的なことであるとテッサロニキ国際トレードフェアの開催初日の夜に表明している。2010年に起こったギリシャ経済危機の最初の月にギリシャの全閣僚がテッサロニキに集まり将来について話し合っている。エルネスト・エブラールによって計画された。 テッサロニキ中心部テッサロニキの建築物はバルカン半島で都市がすべての歴史の中で中心として開発された結果である。商業的な重要性と並びテッサロニキは軍事的にも行政的にも多くの世紀でこの地域の中枢で他のヨーロッパやレバントなどと結ばれ商人や難民などがヨーロッパ各地からテッサロニキやってきて住み着いた。繁栄の新時代には 商業や公共の建物を必要とし、大規模な建築物が町の中心部に築かれていった。この間の建築物には、銀行、大規模な宿泊施設、劇場、倉庫、工場である。街並みは1870年以後大きく変わり、海辺の要塞が大規模な桟橋にとって変わり町のホワイトタワー周辺の古い城壁の多くは壊された。 ホワイトタワーは今日ではテッサロニキの主要なランドマークとなっている。初期ビザンティンの城壁の取り壊しによってテルマエコスワン沿岸に沿って市街地が東西に広がることになった。エルフセリアス広場が海側に向かって広げられ、新しい町の商業の中心が完成し、当時テッサロニキでは最も活気がある広場とみなされていた。都市は成長し、労働者は工場や 産業立地が近い西側に移動し、その間中山階級や上流階級は徐々に都市の中心から東高に移動しており主にビジネスから離れた人々である。1917年、破壊的な大火が街を襲い何もできないまま32時間燃え続けていた。この大火によって街の歴史的な中心や大部分の考古学的な遺産は損害を受けたが、テッサロニキは 多くの近代的な建物で満たされるようになり、よりヨーロッパ的な街の中心となり、対角線形の通りの整備や記念碑的な広場も含まれた。アリストテレス広場1917年のテッサロニキ、大火後、トーマス・モーソンやエルネスト・エブラールを含む建築家、都市計画家のチームとフランスの建築家は、ビサンティン時代を基礎としたテッサロニキ中心部の再建案を選択した。 新しい都市計画の軸には、対角線上の通りや、記念碑的な広場、交通の流れをスムーズにする格子上の通りが、含まれていた。1917年の計画には、将来の人口増加や通りや、道路網の拡張なども含まれ、今日でも十分な状態にある。再建策には、公共の建物やビザンティンの教会やオスマンのモスク、などの復興も含まれていた。 今日のテッサロニキ中心部では、計画に含まれた設計の特徴が含まれ、市内にあるほとんどの公共の建築物や歴史的な場所、娯楽箇所のほか、店舗などを形作る場所である。中心部の多くの建物やアーケード、小道は、アール・ヌーボーやアール・デコなど、それぞれ異なった建築様式が特徴づけ、それらの多くを見ることができる。テッサロニキの中心部は、 歴史の中心地区とも呼ばれ、いくつかの地区に分けられる。その中には、食べるなや、娯楽施設が多いラダディカ、中央市場があるカパに、ディアゴニス、ナウアリノー、ロトンタ、アギア、ソフィア、イッポドロミオがあり、これらの地区は、テッサロニキの中心部、アリストテレス広場の周辺に位置する。中心部の西側には、テッサロニキ裁判所、テッサロニキ新駅、テッサロニキ港があり、 東側には2つの大学、テッサロニキエキシビションセンター、テッサロニキのメインスタジアムであるカフタンゾグリオスタジアム、考古学とビザンティンの博物館、新市庁舎、中央公園や庭園がある。中央通りは、テッサロニキ中心部を通る動脈で、エルネスト・エブラールが設計した。エルネストの計画には、チミスキ通りやイグナティア通り、ニキス、ミトロポレオス、ベニゼロ、 聖デメトリウス通りなどが含まれている。アノポリの通りか町旧市街を意味するアノポリはテッサロニキ市街北部の文化遺産として登録され、1917年のテッサロニキ大化には襲われることはなかった。テッサロニキの中でも最も歴史がある地区を構成し、小さな石の石畳の通りや、 古い広場、ギリシャ様式やオスマン様式の建築物の特徴が残されている。アノポリはテッサロニキでは一番標高が高い場所でテッサロニキのアクロポリスがある場所でビザンティンの要塞であるヘプタピルギオン要塞と多くのオスマンとビザンティンの建造物が残されている。この地域はシグマイプシロンカイシグマウプシロン森林国立公園への入り口にもなっており、 円形状のテッサロニキ市街やテルマイコス湾の景色を特徴としている。見通しが良い日には湾を挟んで 100km 先の水平線の先にそびえるオリンポス山を望むことができる。1920年代までテッサロニキ南東部はテッサロニキでは最も裕福な住宅地で当時、テッサロニキの一番外縁の郊外部を形成しているマイコス湾に近く田園地帯を意味する。 イグザシャスと呼ばれた。今日、テッサロニキ南東部にもテッサロニキ市街が拡大しいくつもの通りが通り、テッサロニキ南東部のカルマリアやピラヤにも広がっており中心部のホワイトタワーからは9キロメートルほど離れている。テッサロニキ南東部は現代的な建築物と高層住宅が建ち、中山階級の住宅地とみなされテッサロニキの人口の半分以上が居住する。 今日、この地域には3つのメインとなる、サッカースタジアムとテッサロニキコンサートホール、スポーツ複合施設のほか、歴史的な邸宅が保存され博物館や文化施設として使われている。カラマリアは、テッサロニキ南東部に位置する自治体である。テッサロニキ近郊の街として様々なものが求められる場所となると、多くのオープンスペースやハイエンドなバーやカフェ、 娯楽施設が立地するようになった。沿岸のプラスティラ通りは顕著である。テッサロニキ北西部は産業と労働者が常に関連づけられるが、1920年代の都市の成長によって労働者が工場や産業を求めて移動したためである。今日では多くの工場や産業がさらに西や急速な経済成長が経験した南東部に移動している。多くの工場は 周辺部に建設された軍用地が公園に転換されるのを待っているうちに文化センターに変わっている。テッサロニキ北西部は市内に入ってくる通りの入り口でマナスティリ、ラグコダ、26イズセプテマーが通り、A1 高速道路も通り市内へと入っていく。北西部はマケドニア中央、バスターミナルや連合国軍の共同墓地がある。 近年では大規模な娯楽施設やショッピングセンターの整備が進んだ。アギオス・ディミトリオス聖度をテッサロニキは初代教会や東ローマ帝国時代には重要な都市で、いくつかの初期キリスト教の記念物が残され、ビサンティン美術やビザンティン建築の発展に東ローマ帝国やセルビア全体に貢献している。都市が継続して発展していた時のビザンティン建築の 発展とテッサロニキの繁栄は、帝国が創建した最初の年代に関連している。4.5世紀に、ローマ皇帝がレリウスのロトンダと外宣門や、最初の教会デミトリオス聖堂が作られた。8世紀、テッサロニキは、東ローマ帝国の行政の中心となり多くの東、ローマ帝国やバルカンの事柄を扱った。この間、 テッサロニキではより卓越した教会が作られ、現在ではそれらは世界遺産に登録されたテッサロニキの初期キリスト教とビサンティン様式の建造物群である。1430年にテッサロニキがオスマン帝国の支配下に入ると多くの教会はモスクに転換されたが、今日でもこれらの教会は残っている。アギオス・ディミトリオス聖堂や 市内の他の多くの記念物は1917年の大火により消失したが、その後再建されている。第二次世界大戦中は市内の広い範囲で爆撃を受け、多くの初期キリスト教と東ローマの建造物は大きな被害を受けた。多くの場所では1980年代まで修復されなかった。テッサロニキは他のギリシャの都市に比べて多くの場所が 世界遺産に登録され、その数は15に上る。これらは1988年以来のものである。テッサロニキがギリシャに戻った1912年から100年とみなされる記念に政府は大規模なスケールでテッサロニキの街を再開発するプログラムを発表した。これはテッサロニキが直面する環境や都市空間の問題に取り組むことを目的としている。計画によって テッサロニキの都市の様相は大きく変わり、テッサロニキ国際トレードフェアが行われる、テッサロニキ国際エキシビションセンターは、市中心部から湧いてんし、跡地には大規模な都市公園が整備され、沿岸部の再開発も計画されている。また、市内の多くの軍事基地や工場は大規模な公園や文化施設が作られ、再開発が完了している港や、 ラカノオキポイやデンドラパタモスの港に近い地区では、商業地区として、超高層建築物の開発の可能性もある。将来的には新しい広い道路を郊外に整備し、テッサロニキ中心部は歩行者専用の空間にする。さらに、森林国立公園飼育、層の拡大や、旧市街へのアクセスの改善も含まれている。大臣の発言ではこれらの計画には15年かかり、 完成は2025年が予定されている。計画の一部は、市街東側のウォーターフロントを活性化させる手段で、ネア・プラリアは、モダンで活気がある設計になっている。テッサロニキ自治体は、市内の再開発特にウォーターフロントの予算に2011年単年度で2820万ユーロ、余りを当てている。2011年8月に、テッサロニキヨットクラブから、 ホワイトタワーまで伸ばす、残りのウォーターフロントの活性化リットル計画が始まった。これにより次の2年間で新しい公園が完成、合計で21000万ユーロがかかる。すでに完成しているネアプラリアには12のテーマ別の公園と1 3キロメートルの連続的な遊歩道が沿岸に沿って整備される。 テッサロニキの GDP の経年変化ギリシャの GDP に占めるテッサロニキの割合赤がテッサロニキ。黄がアティカ、青が残りのギリシャの地方、テッサロニキがバルカン半島で経済の中枢として結出するようになったのはローマ帝国の統治下にあった時代である。パクスロマーナと都市の戦略的な場所によりローマとビュザンティオンの間をエグナティア街道を介して テッサロニキを通る交易が促進された。エグナティア海道はローマ帝国とアジアの国との間を重要な通称ルートとして機能し、とりわけシルクロードと関連している。ローマ帝国が東ローマ帝国と西ローマ帝国に分割されると、テッサロニキはコンスタンティノープルに次いで帝国内では経済的に2番目に大きな都市となった。東ローマ統治下。 テッサロニキはバルカン半島では最大の港が立地していた。東ローマの後1423年にベネツィア共和国の統治下に入り、その後はオスマン帝国の統治下に入る。オスマン統治下でのテッサロニキはバルカン半島で最も重要な交易での位置を保っている。オスマン時代、主工業や造船、交易は テッサロニキの都市経済を支える分野を担っており、この時代の公易は主にギリシャ人が担っている。歴史的にテッサロニキの経済を担う産業にはタバコ産業が含まれる。1946年にはギリシャのタバコ会社の35%がテッサロニキに本社を置いており、1979年には44%が置いていた。 銀行業もテッサロニキの経済を担っていたもので、オスマン時代には、テッサロニキは、西ヨーロッパからの投資の中心で、テッサロニキ銀行は1909年に2000万、フランスフランの資本を有していた。市内にあるテッサロニキ港は、エーゲ海域にある港では、最大規模の港の一つで自由港でもあり、バルカン半島を後輩地に抱える主要な海の玄関口である。 2010年の製品取扱量は1580万トンで、ギリシャでは、アイーテオドリに次いで取扱量が多く、コンテナ取扱量は 273,282TU で、ピレウスに次いで取扱量が多い。この結果、テッサロニキは、すべての南東ヨーロッパにとって、重要な輸送の要衝で、とりわけ近隣国との貿易において、役割を果たしている。 近年、テッサロニキは、地中海東部の主要なクルージング港になり始めている。ギリシャの観光省は、テッサロニキは2番目に、重要な商業港と考え、ロイヤルカリビアンインターナショナルは、テッサロニキ港からの就航地の追加に関心がある、ことを表明している。近年では、多数のテッサロニキにある工場は、企業がより賃金の安価な労働力を求めたの、 地域に移転したことにより閉鎖されている。この中には、最大規模の企業であった、グッドイヤーの工場や、アベイ、バイオミルが含まれる。それにもかかわらず、テッサロニキは、バルカン半島のビジネスの中枢として、今でも残っており、多くのギリシャ系の企業がテッサロニキに本社を置き、自動車製造業のエルボー乳業のメベゲル、ソフトウェア企業の MLS マルチメディアがある。 MLS マルチメディアは、アテネ証券取引所に上場し、2012年に、ギリシャで最初に組まれた、スマートフォンを導入している。2009年のテッサロニキ県の域内総生産は213億2100万ユーロで、ギリシャの県の中では2番目に多く、これは、バーレーンやキプロスの国内総生産に匹敵する。1人当たりの域内総生産は18,400ユーロで15位であった。 購買力陛下は、テッサロニキ県内では229億9800万ユーロで一人、あたりでは19800ユーロであった。EU 平均と比べると、テッサロニキの GDP は EU 平均の78%で、p p p では EU 平均の84%である。テッサロニキ県のギリシャ経済に占める割合は9.2%で、2009年の 経済成長率はマイナス1.6%であった。2010年以降のギリシャ経済の悪化に伴って、現在ではさらに経済は減速しており、行政部門でも効率化が求められ、清掃部門の民営化計画に対し自治体職員と警察との間で衝突が起きた。1500年から1950年までのテッサロニキの民族構成の変化19世紀終わりから20世紀初期に、 かけての民族構成の変化は以下の通りである。テッサロニキ自治体は、テッサロニキの都市的地域である、テッサロニキ都市圏を構成する自治体の中では最も人口が多い自治体である。だが、最新の国勢調査によれば、テッサロニキ自治体の人口は減少しているが、都市的地域での人口増加は維持されている。テッサロニキ大都市圏の基礎を形作る。 自治体の合計人口数は、最新の2011年の国勢調査によれば1 0 6730人であった。19世紀後半のテッサロニキのユダヤ人女性、テッサロニキ中心部でのナチスによる、ユダヤ人男性の登録第二次世界大戦時、ナチの傀儡政権であった、キリシャ国の時にあった、ユダヤ人お断りのサインテッサロニキの、 ユダヤ人博物館ギリシャでのユダヤ人人口は、ヨーロッパ本土では最も古いもので、そのほとんどがセファルディムである。テッサロニキはセファルディム系ユダヤ人の最大の中心となり、イスラエルの母ラ・マドレでイスラエルという愛称や、バルカンのエルサレムエルサレム・オブ・ザ・バルカンズという愛称が町に付けられていた。また、 歴史的に重要で古代のギリシア語を話すロマニオットのコミュニティも含まれていた。オスマン帝国が支配していた時代、セファルディムのコミュニティは、テッサロニキの人口の半分以上を占め、ギリシャが独立しギリシャ人の人口が増える1912年まで、商業の分野を支配していた。1680年代、300のセファルディムの家族、シャブタイツビの信奉者は、 イスラム教に改修し、彼らは伝メ派として知られ、サロニカに重視ユダヤ人の多数派を占め、活発なコミュニティを設立し、約250年間にわたり繁栄した。伝メ派の多くの子孫たちは後に、公易の分野で目立つようになっている。多くのテッサロニキに居住するユダヤ人たちは、ラディーノ語を話し、セファルリム系のユダヤ人たちは、ロマンス諸語を話していた。 1917年テスサロニキ大化では、市中心部のほとんどが焼け5万のユダヤ人の家を失い、合計7万2千人の居住者が家を精進されている。大化の後、家や仕事を失ったユダヤ人の多くは、アメリカやパレスチナ、パリなどに移住している。ユダヤ人たちは、その後ついには実行された政府が作る、再建のための新しい都市計画を待てなかった。 キド戦争後の1922年にトルコからギリシャ人が追放され多くの難民がギリシャにやってきた。10万人近くのギリシャ人たちがテッサロニッキに最低住することになり、ユダヤ人の割合は減ることになり、死の人口に占める割合は20%になった。戦艦期にギリシャ政府はユダヤ人に他のギリシャ市民と同様の公民権を認めた。 1926年3月にギリシャ政府は市民が等しく権利を享受することを再強調し相当数のテッサロニキのユダヤ人は止まることを決心した。第二次世界大戦に突入すると1941年からドイツがギリシャを占領し反ユダヤ政策を始めたためユダヤ系のギリシャ人にとって災いがもたらされた。 1940年代の大多数のユダヤ系、ギリシャ人のコミュニティは、ユダヤ、ギリシャ両方で括弧として統一しされた。ミーシャグラニーによれば大部分のユダヤ系ギリシャ人たちは、北ヨーロッパで起こったような反ユダヤ主義には、遭遇しなかったとしている。1943年に、ナチスドイツは、テッサロニキで反ユダヤ政策を始め、 鉄道線路近くのゲットへ入ることを強要したり、国外追放を行い強制収容所への連行を開始した。ホロコーストの期間、すべての年代のテッサロニキのユダヤ人の約96%は追放されたり、殺害されている。今日、テッサロニキのユダヤ人コミュニティは約1200人程度が残っている。テッサロニキのユダヤ人コミュニティの子孫たちは主に、 アメリカやイスラエルなど他国で暮らしている。テッサロニキの都心部はあまり緑が多いとは見られておらず、そのスペースも少ない。オープンスペースが多くあるのは、沿岸のウォーターフロント周辺で、シータ、パリオスズラジコスキーポスと名付けられている。ペディオトアレオス公園ペジオトアリオスは、年間を通じて混雑しており、ネオパラリア公園。 ネアプラリアは沿岸に沿って 3km の長さがあり、ホワイトタワーからコンサートホールまで続いている。ネオパラリア公園では年間を通して様々なイベントが行われており、カフェやバーなどがある。テッサロニキを離れた郊外には、風光明媚な自然公園やビーチが多くあり、夏のバカンスで過ごしたり、市民の憩いの場所となっている。テッサロニキ科学センター。 技術博物館のプラネタリウムテッサロニキは豊富で多様な歴史から多くの種類の博物館が立地している。市の中心部にはテッサロニキ考古学博物館と東ローマ文化博物館のテッサロニキでは最も有名な2つの博物館がある。テッサロニキ考古学博物館は1962年に設立され重要なマケドニア王国の遺物が収蔵され、 その範囲は広く、ベルギナとペラの王宮の黄金の遺物も含まれる。また、新石器時代や青銅器時代に遡るものも展示されている。東ローマ文化博物館は、テッサロニキでは最も有名な博物館の一つでテッサロニキの栄光であった東ローマ帝国時代のものが展示されている。博物館は2005年に、 欧州評議会から博物館賞を受賞している。ホワイトタワー博物館は、ホワイトタワーが築かれた15世紀から最近までのテッサロニキに関連したものが展示されている。テッサロニキで最もモダンな博物館は、テッサロニキ科学センター、技術博物館で、ギリシャや南東ヨーロッパの中でも先進的なものである。この博物館の特徴はギリシャでは、 最大のプラネタリウムがある。他に産業や技術に関連した博物館にはテッサロニキ鉄道博物館があり、オリジナルのオリエントエクスプレスの列車が収蔵されている。テッサロニキには教育やスポーツに関連した博物館であるテッサロニキオリンピック博物館とテッサロニキスポーツ博物館がある。アタチュルク博物館には 近代トルコを建国したムスタファケマルアタチュルクに関連した博物館でアタチュルクはテッサロニキで生まれている。現在、博物館にはトルコの領事館が併設されているが入場料は無料である。その他に民族に関連した博物館としてバルカン戦争歴史博物館やテッサロニキユダヤ博物館、マケドニア闘争博物館などがある。テッサロニキは マケドニア近代美術館のような美術館もあり、ギリシャ人の名の知れた画家や、海外の作品が展示されている。テログリオン芸術財団は、アリストレス大学の一部で19世紀から20世紀に、かけての幅広く重要な画家の作品を収集している。テッサロニキ写真博物館には、多くの重要な作品が展示され、テッサロニキ級構内に位置している。 ローマのフォルム跡テッサロ日記では多くの貴重な遺跡が発見され、その中からはユネスコの世界遺産に登録されているものもある。市街地中心部のアリストテレス広場横にある古代アゴラは2世紀頃に作られたもので、敷石で舗装された長方形のフォルムを囲む列中路とローマ風呂やローマ劇場が作られていた。これらの施設は6世紀頃まで使われていたと考えられている。 4世紀初頭の皇帝ガレリウスの時代には、テッサロニキにはマケドニアカ区の首都が置かれていた。ガレリウスが作った代表的な施設のうち、ガレリウスの宮殿には八角形の玉座の間があったと考えられる建物跡が残っている。また、宮殿の複合施設からは多数のモザイクも出土している。この宮殿は11世紀頃まで使われていたと考えられている。 付近には、サーサーアン朝ア、ペルシアに勝利したガレリウスを記念するために作られた、ガレリウスの外旋門や、ガレリウスの霊廟となる予定だったロトンダが現在でも、残っている。オスマン帝国時代に作られた、ベイハマムは、ギリシャ国内に残るオスマン帝国時代の遺跡としては、貴重なものであり、また海岸線に建てられた鳥でホワイトタワーは、テッサロニキのランドマークとなっている。また、 ロトンダの北にはトルコ建国の父であるアタチュルクの成果がある。テッサロニキはギリシャ北部の文化やエンターテイメントの中心としてだけでなくギリシャ全土の文化の中心である。テッサロニキのメインシアターは北部ギリシャ国立劇場により運営され1961年に設立された野外演劇も行われている。1997年にテッサロニキは 欧州文化首都に指定され、テッサロニキでは初のオペラが誕生し、今日では北部ギリシャ国立劇場の独立した部門となっている。オペラはテッサロニキコンサートホールを拠点としているが、このコンサートホールはギリシャでは最大規模のものである。最近では日本人建築家、磯崎信による設計によって2番目の建物が建築された。 テッサロニキには2つの公共楽団、テッサロニキ国立公共楽団とテッサロニキ私立公共楽団が拠点としている。テッサロニキは多くのフェスティバルやイベントが行われている。テッサロニキ国際トレードフェアはテッサロニキとっては重要な行事で毎年行われており、経済振興に役割を果たしている。トレードフェアが始まったのは1926年の ことで毎年テッサロニキ国際エキシビジョンセンターで開催されている。このフェアでは大きな政治的な注目も集めており、ギリシャの首相が翌年の政権運営の対抗を表明する場にもなっている。2010年のトレードフェアでは25万人以上の来訪者を集めた。テッサロニキ国際映画祭は南欧では最も重要な映画祭の一つでフランシス・フォード・コッポラ フェーダナウェイ、カトリーヌ・ドヌーブ、イレーネ・パパス、ファティア・キンなど著名な映画監督や俳優を集めている。映画祭は1960年以来開催されている。テッサロニキドキュメンタリーフェスティバルは1999年に設立され、ドキュメンタリーに特化し多くの作品が参加しフィプリスイや聴衆により、賞が選出される。カフタン・ゾグリオ・スタジアム・テッサロニキオリンピック。 博物館テッサロニキのメインスタジアムはカフタンゾグリオスタジアムでイリクリーステサロニーキ会シーのホームスタジアムになっている。他にメインとなるスタジアムはサッカーではトーンバスタジアムやクレアンティススタジアムでギリシャスーパーリーグのパッチテッサロニキやアリスカイシーのホームスタジアムとなっている。多目的スタジアムであるカフランゾグリオスタジアムでは陸上競技の行事も行われ。 ヨーロッパ陸上競技連盟の行事である、テッサロニキオリンピック会議が毎年行われたり、ギリシャナショナルチャンピオンシップ2009の開催など、様々な陸上競技の大会に使用されている。2004年のアテネオリンピックの時には、公式スタジアムに指定され、2009年には、IAF ワールドアスレチックツアーの2009、IAF ワールドアスレチックスフィナーールが開催された。 テッサロニキには、インドアのアリーナも多くあり、国営のアレクサンドリオメラスロンやパッチ、スポーツアリーナ、YMCA のインドアホールがある。テッサロニキ近隣のカルマリアをベースとする、アポローンカラムリスカイシーやエボスモスをベースとする、アグロティコス・オステラス FC などのサッカーのクラブチームがある。テッサロニキをベースとするサッカーやバスケットボール、 水球のクラブチームにはトーナメントで優勝した歴史もあり、経験が豊富である。テッサロニキの街はギリシャでのバスケットボール発展にとって大きな役割を果たしており地元の YMCA が最初にスポーツとして導入している。テッサロニキはギリシャ国営放送のテレビやラジオ局が拠点としている。また、テッサロニキ自治体が FM100、FM101、 FM100.6 などの3曲のラジオ局を運営しており、TV100 は1988年にギリシャでは初の国営ではないテレビ局として開局した。テッサロニキからいくつかの民放局も放送を行っており、マケドニアテレビはその中でも最もポピュラーである。新聞も各種が流通しており、その中でもマケドニアはテッサロニキで1911年に最初に、 創刊された新聞である。テッサロニキ発祥の典型的な部活フラッペコーヒー。テッサロニキをはじめギリシャ北部は、オスマンの支配下にギリシャ南部よりも100年近く長く残ったことにより、料理には多くのオリエントからの影響が残されている。テッサロニキの料理では、スパイスは特に重要な役割を果たし、ギリシャ南部に比べ顕著である。 テッサロニキのラダギカ地区は特にテッサロニキの食に関しては活気がある場所で、ほとんどの食べるなでは、伝統的なメゼや美味しい料理を提供している。部活派は、朝食に食べられるペーストリーでテッサロニキでは、ポピュラーな食べ物として、市内に広がり、ギリシャや他のバルカンの地にも広がっている。ステレオタイプ的な見方では、テッサロニキ人は、ギリシャ風のフラッペコーヒーを飲んでいると言われる。 フラッペコーヒーは1957年のテッサロニキ国際トレードフェアの時に考案されそれ以来ギリシャやキプロスに広まりギリシャのコーヒー文化の特徴となったアリストテレス大学の哲学科の休館テッサロニキは学術においてギリシャでは重要な中心的都市であるテッサロニキ中心部にはアリストテレス大学とマケドニア大学の2つのギリシャでは 最大規模の大学がある。アリストテレス大学は1926年に設立され現在、ギリシャでは最大の大学で2010年現在の学生数は8万人に上り、欧州間の大学の連携である、ユトレヒトネットワークの会員である。ザ・アカデミック・イヤー2009から2010によれば、アリストテレス大学は芸術、 人文科学の分野で世界のベスト150の大学に含まれ、タイムズ・ハイアー・エデュケーションとキッカ・レディ・シモンズが共同発行するタイムズ・ハイアー・エデュケーション、QS ワールド・ユニバーシティ・ランキングスで世界のベスト250の大学に含まれており、全世界のトップ2%の一つに含まれているとされるほか、欧州域内やギリシャ国内でも著名な大学である。2010年以来、 テッサロニキは一般市民にも広く開かれたオープンユニバーシティの拠点で、これはアリストテレス大学とマケドニア大学、テッサロニキ自治体により設立されている。公立のテッサロニキアレクサンダー技術高等専門校が成功のシンドスにあり、専門校がある地区はテッサロニキの産業ゾーンである。非常に多くの公立や、 私立の職業訓練機関が若い生徒にプロの職業訓練を提供しているほか、私立の大学によってアメリカやイギリスのアカデミックなカリキュラムが海外の大学との共同運営経由で組まれている。ギリシャ人の学生に加えて多くの海外の留学生を公立大学のエラスムスプログラムやすべて揃った家庭、市内の私立大学によってテッサロニキに引きつけており、 2006年現在のテッサロニキ市内の学生数はおよそ20万人である。マケドニアバスターミナルテッサロニキの公共交通は路線バスが担っている。テッサロニキ市内のバス会社はテッサロニキ都市圏交通局でテッサロニキでは唯一の公共交通機関である。テッサロニキ都市圏内で604台のバスにより75系統のバス路線を運行している。国際館や 地域間のバス路線は市中心部の西にあるマケドニアバスターミナルから発着している。テッサロニキ都市圏鉄道の建設は2006年に始まっており、2014年の完成が予定され、運行が開始されれば市内では最も重要な公共交通機関になる。一時計画では営業距離 9.6km に13駅が設けられ、 一日あたり25万人が利用する予定である。テッサロニキメトロのいくつかの駅建設予定地では遺跡が発見されている。テッサロニキの交通拠点であるマケドニア中央バスステーションやテッサロニキマケドニア国際空港へのテッサロニキメトロの将来的な延伸はすでに話し合われている。空港への延伸ではメトロの所有者であるアテネ地下鉄では 地上鉄道かモノレール方式を検討している。テッサロニキ南西部の自治体からマリア地区への延伸はすでに建設計画に含まれ、北部のエフカリピアや西部のエボスモスへのさらなる延伸も検討されている。戦略的なプランとして、テッサロニキメトロでは2018年から2020年には3路線にする構想もある。ギリシャ国鉄による 近郊鉄道プロアスティアコスの運行が、テッサロニキでは2007年から2008年にかけて始められ、テッサロニキとラリサ及びエデッサとの間を結んでいる。軌道の一部や駅舎は刷新され、ラリサまでの所要時間は約1時間33分、エデッサまでの所要時間は1時間36分である。どちらも1から2時間に1本の列車が運行されている。 テッサロニキの空の玄関口は、テッサロニキマケドニア国際空港が担っており、国際線国内線両方が就航している。空港には2400メートル級の短い滑走路が2本あるが、これらの滑走路では、大陸間の路線が就航できないため現在大規模な拡張工事が行われている。テルマイコス湾側に向かって滑走路の延伸が行われているが、 地元の環境団体からはかなりの反対がある。滑走路の改良工事が完成すると長距離の国際線や大型機によるチャーター便が可能となる。マスタープランでは新しいターミナルの建設やエプロンが構想されているが経済状況の悪化で見通しは定かでない。2011年2月にギリシャの経済危機によりべての国際列車の運行が休止されていたが 2014年現在ではソフィアやスコピエ行きの一部の国際列車は運行を再開している。以前はテッサロニキはバルカン半島では国際的な鉄道の要衝でソフィアやスコピエ、ベオグラード、モスクワ、ブタペスト、ブカレスト、イスタンブールなどと国際列車により直接結ばれていた。テッサロニキはギリシャ国内の鉄道の要衝としては 中心的な機能は残されており、ギリシャでは最大の操車場がある。町の中央駅であるテッサロニキ新駅からギリシャ国鉄の運行部門であるトレイノスが運行する列車がアテネなどをはじめギリシャ国内の各地へ向け運行されている。テッサロニキ港からは季節運行のフェリーによってスポラデスや他のエアゲ海の島々と結ぶ航路が運行されており、 テッサロニキのターミナルは2007年に162,731人の旅客を扱い、エーゲ海域では最大規模となっている。より多くの航路の開設や港の改良が行われ、テッサロニキ港は徐々にではあるが、東地中海の著名なクルージングの観光港へと変化している。テッサロニキは、欧州自動車同時 E75 号線、E90 号線、 A25 の幹線道路が交わる要衝である。これらの道路によって、近隣のマケドニア共和国やブルガリア、トルコと結ばれている。テッサロニキ周辺を走る C 型のバイパスによって、先の幹線道路同士は結ばれている。高速道路では片側3車線で最高速度は 90km 毎時である。1日あたり12万台以上の通行があり、市内では最も通行量がある。 1975年に3万台の通行量で計画されたため、現在では計画通行量を大幅に上回るようになってしまった。2004年に高速道路の改良の努力にもかかわらず2011年には、より大規模なスケールでの再構築が表面化し、2012年の早い時期に入札が予定されており、計画には緊急レーンの追加や西側に新しいジャンクションの設置、 既存区間への新たな広角間の追加、東側での車線の追加などが含まれている。環状道路の西側部分の建設も計画されている。メルボルンにある姉妹都市の記念石中テッ路ロニキは以下の都市と姉妹都市、協力都市の関係にある。ありがとうございます。